すいません。あ、どうも、一人で来ました。あ、はい、ありがとうございます。どこに座れば。あ、はい、じゃあこの辺座ります。はい。あ、じゃあビールをお願いします。いや、一回来てみようと思って、インターネットで見ました。はい、全部飲むんですから、ね。あ、そうなんですか。写真撮っても大丈夫です。あ、はい。ありがとうございます。ちょっと。びっくりした。東京に行って。あ、ありがとうございます。会社で鹿児島にいらっしゃったとかですか？ではなくてですか？でも、昭和14年くらいって。そっか。だから、戦争が始まって。それが次の年。あ、うわー。すごいですね。でこれを
たのこれら、はい、突き上げ浜にね、あ松の水墨、はいはい、水に浸かった、海に浸かった松の水墨を1枚で買って、そして後ろのテーブルに、あー、なんかラガールとかマンスホームでシャンパンとか、あ、カウンターにも名前がついてる。そして1年半ぐらい入らなくて、ね、どうしたらいいかと、バス停に野戦が来る、元気のないやつが来るなっていうのをね、ずっと立てて、はい、それから軍服を着てパレード来たんですよ。うわ、目立っちゃう、目立ちますね。それはそうしたら入りだしてね、あ、素晴らしいです。多い時でもう250人、あー、すごい。その頃は戦地から帰ってきた人の、はい、憩いの場所でね、あー、そうですよね。今終戦の長いから、もう逆に生きてる人が少ないですからね。生の声がね、あ、実際にそういうのを聞いて、その後になってから、これはもう二度と出る品物じゃないと思って、ね、集めたんですよ。で、また日本が負けた時にアメリカに入ってきてね、みんな軍服も出せ、それから機関銃こんなのも出せって言われて、そうですよね。ちょっと飛んで撮ってもいいですか。なんだろう、92式重機関銃、陸軍5丁瀬の手前の写真、この柴山さんではなくて、あ、これだ、あ、重機撃て、前方部落より敵3回、92重機を走射する井上機関銃手、へー、日本陸軍92式重機関銃、血をなる任務、へー、大きいですね。はい。はい、失礼します。方位磁石、方位磁石ですか？測量機。あ、測量機。あ、手動で測量するんですよね。すごい。鹿児島市の護連隊が使ってた。はい。あ、これ重心なんですね。はい。お願いします。はい、魚雷は来た。